斎藤義達が起こした内乱によって道三は討たれ、義達が美濃の新たな国主となった。道三との同盟関係が水泡に帰した織田家は、斎藤と今川という強敵に挟まれ窮地に陥る。すべては信長の無謀な戦が招いた結果だとして、くすぶっていた織田家中の不満がついに爆発。信行こそ織田家の当主にふさわしいとする者たちが兵を挙げ、尾張は内乱状態となる。当の信行は反乱勢力を抑える素振りも見せず、ここに兄弟相打つ戦いが始まろうとしていた。信長編第2章、次回、異能の戦い。まずは乱を鎮め、あいつと話をせねばならんな。ああ、ま、安心しろよ。この槍のまたざがいる限り万に一つも負けはねえ。武変のことは利家さんに、猿知恵がいるならこの秀吉にお任せを。何者だ。城の外で拾った渡り者だ。戦に出たいんだとよ。手柄を挙げた暁にはご家中の末席に加えていただきたく。あの面だ、どこぞの患者にも見えねえだろう。頭も悪くなさそうだし、度胸もある。又座にそこまで言わせるとは、随分と変われたものだな、猿。今は猿の手も借りてえ状況だ。使ってやってくれねえかな。なあ、勝手にしろ。ありがたき幸せ。さてと、話を戻すが、権六殿はもちろん家中の半数以上が敵に回っちまってる。村木、長良川と負けが続いて、さすがの信行も家中の不満を抑えきれなくなったのかもしれねえ。おまけに大一の姿も見当たらねえんだ。あいつ信行に懐いてたからな。とにかく今は乱を収めねばならん。急ぎ向こうの動きを確かめておきたいが。そのお役目、この秀吉にお命じくだされ。オイラなら顔も割れてませんし、適任でございましょう。よかろう、行け秀吉。御意。決まっていくか。一丁手柄を立ててくるか。
信長様、信行殿の兵が多数、清須城に向かってきます。攻めてくるなら迎え撃つほかあるまい。近づく敵を一掃するぞ。待たぞ、味方の要は俺とお前だ。抜かるなよ。それに秀吉、お前も逃げ出さんようにな。どうにか砦を押さえねば、味方を呼び込むこともままならんな。信行様、今ならまだ。言うな勝家、こうでもしなければ織田の家名は守れぬ。仲間を呼び込むために砦を落としゃいいんだよな。血のつながった者同士で愛を争う、どこも同じようなもの。その勢いのまま敵を蹴散らせ。討ち死に。あっぱれ、我らの続き。よっしゃ、まずは順調だな。敵はひるんだ、この隙に押し返せ。おいらの出番だ。進め、兄上の勢いを削ぐのだ。開門。信行は中央に兵を集めてきた。捨ておくことはできんな。信長様、あいつらは俺に任せておけ。こりゃ中央突破は厳しいな。今のうちにオイラは別の道を押さえておくか。確かあっちに村の門しか知らんような裏道があったはず。はてさて、東の方だったかな。秀吉、このマタザ様が推挙してやったんだ。しっかり働かねえとすぐに追い出すからな。オイラだってこの戦に人生かけてんだ。追い出されてたまるかっての。よし、砦を足がかりとして攻めるぞ。よし、行くか。オイラの出番だ。およ。と、え、よ。打ち死に。確かこの辺りに草木に埋もれた入り口が。お、あったあった。怪しい奴、出会え出会え。見つかったか。しゃあねえな、黙らせるか。やっちまうぞ。どんどん行くぞ、どんどん。手柄はもらった。そこか。そこか。敵将、オイラが討ち取った。
打ち死に。おお、やるではないか。もう邪魔者はいねえよな。よし、これで手柄を一つ立てられたぞ。先に将を狙え。将を失えば兵はおのずと崩れよう。信長様も合点承知。思いのほかやりますな。そうでなくては困る。簡単にやられては兵を挙げた意味もない。おいお前ら、槍のまただの恐ろしさ知らねえわけでもねえだろ。打ち死に。打ち死に。ずいぶん張り切っているようね。敵将ぶった切っといたぞ。次はどいつだ。死にてえやつからかかってきやがれ。敵に反撃の隙を与えるな。畳みかけよ。オイラの出番だ。およ。そこか。信行も容赦ねえな。だがこの俺がいる限り信長様のもとへは行かせねえ。こんな戦いやめさせなきゃ。そうだ、道を塞いでしまえば。ここから先に進みたきゃ槍のまたざを越えていけろ。そこか。打ち死に。やっちまうぞ。手柄はもらった。どんどん行くぞ、どんどん。これで敵兵は浮き足立つだろう。おお、やるではないか。よし、行くか。合点承知。相手いたす。おりゃ、くらっとけ。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。敵の合流を許せば末盛城が危うくなる。何としてもこの席を死してよ。開門。あんた、お市様ですよね。信行殿に味方してらっしゃるんで。私はどちらの味方でもない。こんな戦いをやめてもらいたいだけ。逃げろ、あれは化け物だ。開門。くらっとけ。お、道が開いたな。このまま敵を蹴散らして進むぜ。あの数を蹴散らして中央を突破したって。オイラの活躍が霞んじまわねえかな。打ち死に。ずいぶん張り切っているようね。決まっていくぜ。打ち死に。
兵が動揺しているようだ。流れは完全に兄上に持っていかれたな。これも信行様のため。手加減なしでいきますよ、信長様。開門。そこか。猿が一匹迷い込んだ。戦の邪魔だ。さっさと山に帰る。ランナー、会っていきなり猿呼ばわりはさすがに失礼でしょう。なんで信行を止めねえんだ。何野暮なこと言ってんだ、トシエ。お前は信行様のご覚悟を軽んじてるんだ。じゃあ決まっていくぜ。もう何も言わねえよ。俺だって信長様についていくだけだ。信行様、俺にできるのはここまでだ。開門、オイラの出番だ。信行、勝負あった。手を引け。いえ、まだ終わってはいません。もう十分だ。話ならば聞いてやる。だからもう刀を収めよ、信行。私とて命を落として兵を挙げたのです。決着がつくまでやめるわけにはいかない。織田勘十郎信行、謹んでお相手しよう。信行、この辺でやめとけって。そんなのお前らしくねえだろうが。すまないマタザ、今さら引くことはできない。ったく、今はとにかくお前を倒す。そんで後で信長様とよく話し合え。さすが兄上だ。私の負けです。信行、なぜこのような真似を。